Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. И Шамов Микки. Многие спрашивают, в какие игры вообще играют японцы, что в Японии популярно, играют ли они в какие-нибудь иностранные игры. И я решил не просто вам об этом рассказать, а спросить Микки, потому что она активно играет в различные игры, и она как раз вам об этом во всем расскажет. そう、日本ではもともと海外のゲームが少なかったから、小さい頃はみんな日本のゲームだけをやってました。で、最近になって PS4 とかが出てきた時から、海外のゲームがやっと入ってくるようになったから、みんなそこからどんどんやっていくようになったんだけど、日本のゲームしか好きじゃない人はやっぱりまだ海外のゲームは馴染みがないし、海外のゲームが好きな人はほとんど拳銃を撃つタイプのものが好きな人が多いから、そっちばっかりやってます。バトルフィールドとか、そう、バトルフィールドとか。ただ最近結構日本でも人気があってランキングが高いのはドラゴンエイジっていうゲーム、リノドラゴンエイジだね。そのゲームがすごいランキング高くって、ストーリーもいいし、それに綺麗だしっていうので、そこからだんだん海外のゲームも評価され始めました。ちなみに私はドントスターブっていうゲームが一番好きです。すごい面白いゲームあれ面白かった。ミキは子供の頃に何のゲームやってたの？私が小さい頃はゲームボーイアドバンスを一番やってたかな。私もやってた。うん、すごい流行ってたし、あとは任天堂64とかプレイステーション1が出た頃だったからプレイステーション1、あとはスーパーファミコンもみんなやってました。スーパーファミコン、на самом деле это Super Nintendo, я думаю, многие знают такую игровую приставку, а просто Famicom это всем известная Dendy с таким серым слоном на картинке, я думаю, многие слышали. 一番やってたゲームはマリオかな。マリオとクラッシュバンディクがとても流行ってました。クラッシュバンディクの強化、そのカトのやつでしょ。そうそうそう。あとはモンスターファームとかかな、流行ってたのは。モンスターファームは自分の持ってる CD、 音楽の CD を入れるとそこからモンスターができるっていうちょっと不思議なゲームで、今あんまりないようなタイプだったので、結構みんないろんな友達から CD を借りて、でプレイステーションの中に入れて新しいモンスターを作るっていうのがすごい流行ってます。日本のゲーム、日本のゲームやったことないから全然わからない。うん、その時だけかな。 PS2 にも3にも出てないから、多分そこで終わっちゃったんだと思う。うん、あとは、まあんまり私も小さい頃はゲームはやらなかったんだけど、雨の日とか外に出て遊べない時とかはみんなで家の中でやるっていうパターンが多かったかな。友達と一緒に。そう、友達と一緒に。64、任天堂64は4人でできたから4人でやったり、8人とかいた時は交換交換やったりとかして。Везде одинаково. Собирались компаниями в России, точно так же я в детстве играл. И по очереди играли в различные игры. В общем, все то же самое. なんで日本人はゲームでアイテムを集めることが好き？なんでだろうね。基本的に日本のゲームってその小さい素材を集めてから大きい何か強いものを作るっていうパターンが多いから、みんなその強い武器とかを作るために素材をちょっとずつちょっとずつ集めていって最終的に大きいもの1個を作るっていうのが好きなんだと思う。つまり JRPG でしょ。 RPG だね。 RPG だ。ミキの一番好きなゲームトップ5って何？私の一番好きなゲームは全部日本のゲームなんだけど、まずじゃあ5番からちょうど今持ってるんだけど、狼っていうゲーム、これが5番目。こんな風になってます。 PS2 のゲーム。そう、 PS2 のゲームで、これは犬、神様の犬が狼か、狼が自然をどんどん綺麗にしていくっていうか、なんていうのかな、うん、悪くなった自然を浄化していくっていう、掃除、そう、お掃除していくっていうゲーム、うん、で、4番目がファイナルファンタジーと迷ったんですけど、戦国バサラ。今ちょっと3しかないんですけど、1の頃からずっとやってて、これは戦国時代実際にあった武将を動かして、で、この中にあるストーリーも実際にあった合戦を元にして作ってます。だから強いキャラクターとかがちょっとずつ決まってるんです。今何番まで出てる？今はね、4、5ぐらいまで出てて、いろんなテイルズとかともコラボレーションしてて洋服をチェンジできたりとか、
できるっていうちょっと面白いゲームで、3番目ででん、ワンダと巨像です。多分これ知ってる人も多いと思うんですけど、海外の方が売れてるんだよ。すごい人気がある。そう、すごい人気がある。ランキングに。そう、これは自分よりも何十倍も大きい巨像と戦って、で倒していく、16体か16体ぐらいいて、その巨像を倒していくっていうゲームなんだけど、本当は悲しいゲームなんですね。馬のやつそう、馬のやつ、馬に乗ってしか倒せない巨像もいたりとかして、うん、なかなか奥が深いゲームなんです、うん、あと1、2がちょっと手元にないんですけど、1が、あ、2がクロノクロスっていうゲームで、昔 PS1 に出たゲームなんですけど、ずっと名作って言われてて、音楽もすごい素敵だし、あと戦闘があんまり好まれてないから好き嫌いが激しいっていうか、人によって好き嫌いが分かれるんだけど、まあ私は2番目かな。で 1が Tales of Eternia っていう Tales シリーズって言われてる、今別のシリーズしかないんですけど、これ一番最近出て、今年の2月かなぐらいに出て、今やってるゲームでしょ。さ、今やってるゲームなんですけど、こっちがその前の前ぐらいかなに出たやつで、これの PS1 に出た時のシリーズで、エターニアっていうのが、まあ、日本の王道 RPG みたいな感じなんですけど、ストーリーがすごくいいけど、ロシアにはあるのかな、あるかな、私あまり日本のゲームやってないから。うん、テイルズってあんまり聞かないもんね。どういうゲーム？テイルズによって違うんだけど、基本的には主人公がヒーローになって悪いやつと戦うっていう、なんかよくあるパターンそうそうそう、仲間を集めて、その仲間と一緒に悪いやつを倒して世界を平和にするっていううん、まあよくある。ファイナルファンタジーと一緒じゃないそうだね、ファイナルファンタジーもそうだし、 RPG って基本的にそういうのが多いよね。ドラゴンクエストもそうだし、絵はすごい綺麗、アニメみたい、うん、基本的にはアニメーションで構成されてるかな、テイルズは全部、うん、力も入れてるし。なんでミキは海外のゲームあまりやらないの？私は海外のゲームのイメージだと、すごい拳銃を撃つゲームが多いっていうイメージがあるのね。うん、多いね、うん、特にディーマがやってるのがそういうゲームが多いから、そういうイメージがあるのかもしれないんだけど、拳銃を撃つゲームがすごい苦手で、RPG と、まあ、たまにアクションやるぐらいかなっていう感じなのね。ワンダと巨像とかオオカミとかってアクションゲームなのね。でもバサラもアクションゲームか。テイルズが一番好きなんだけど、そのテイルズっていうのが RPG なのね。RPG、うん、他に手を出そうかなって思ってるゲームも RPG 関係が多いから、うん、海外のゲームだとドラゴンエイジ、ドラゴンエイジかな、ドラゴンエイジぐらいちょっとやったぐらいかな。リマのコントローラーを経て奪ってでちょっと竜を倒してみたりとかしたんだけど、最終的にはやっぱり難しくってリマに振って返したんだけどねでも倒せた、うん、倒せた、一番弱いやつだっけあれ、うん、うん、そうだけどだから素材集めをちょっと手伝ったかな。これからやりたいゲームある？ある。これから期待してるゲームは2つあるんだけど、1つはファイナルファンタジーの15はすごい期待してる。今出てる映像もすごい綺麗だし、あとキャラクターもすごいかっこいいお兄ちゃんたちが多いから、なんかホストクラブのお兄ちゃんたちみんなそう言ってる多いから、ちょっとやってみたいなと思ってる。今までのシリーズは一応ほとんどやってるから、今回のシリーズにもちょっと期待してるかな。で、もう一つはキングダムハーツの3はすごい待ってる。ずっと待ってたかな。そんなに面白い？なんかディズニーと、うん、なんかファイナルファンタジーのキャラクターみたいなやつ、うん、そうだね、会社が一緒ミックスして、なんかわからない、面白いのか、うん、ストーリーがすごいしっかりしてて、みんな泣けるっていうかな。ロシアではあるの？キングダムハーツある、ある、あるの？なんか知ってる人は多い、うん、自分でやったことないけど、ロシア語やったことないから英語かなうん、多分英語かな、昔出たんだとしたら。 PS2 のゲームかな、うん、うん、一番最初が PS2、 PS2、 うん、だけ
やったことないから、今度やろうかな。すごい面白い。うん、ディズニー好きな人も好きかな。ディズニーの世界を回って、でハートっていうのを集めていくんだよね。そのハート、そうハート、ハートを集めていくの。うん、ただその心臓もちょっと関係があるんだけど、そのディズニーが好きな人とかもディズニーの世界に行って楽しめるし、まあ、基本的にそこしか回らないから、ディズニー好きだったら、あと知ってたらすごい楽しめると思う。キャラクターもみんな出てくるし、うん、ドナルドダックしかわからない。クリ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 知ってる。ドナルドダック似てる。しかわからない。一緒に旅するんだよ、ドナルド。ついてくるの、後ろから。なんか、青い服を着てて。そうそうそう、それがついてくるの、後ろから。で、魔法を使って助けてくれる。弱いやつ。うん、最初は弱いかな。うん、それで映像も綺麗だし、かっこいいお兄ちゃんも出てくるよ、キングダムハーツに。あ、ファイナルファンタジーのキャラクターも出てくる。キングダムハーツに。うん。あ、クラウドのやつ。クラウドも出てくるし、ザックスも出てくるし、スコールも出てくるし。うん、昔、ファイナルファンタジー7すごいやってて、うんうん、でもミキはあんまり興味がない、海外のゲームに。なかなかね、やったことある。今やってるゲーム、ウィッチマークというゲーム、ウィッチャー日本語でかな、うん、結構面白い、うん、やろうと思うね。なんかね、海外のゲームって映像重視な気がして、なんかストーリーよりも映像をきれいにしようっていうようなイメージがあるんだよね。あ、これは面白い、うん、なんか有名なポーランドの本元にして、うん、このゲームを作った。そう、ただディーノがやってるゲームを見てるとストーリーもすごい面白そうだから、そうじゃないのかなと思って、これからちょっといっぱいゲームやっていきたいなと思ってるんだけど。日本語版でだからやってみて、うん、OK。シームスパシーバザプラスモータルパピースメイジンダカナリアフターライカコメンタリーあれ、シームスパシーバザプラスモータルパピースメイジンダカナリスタクシーライキアフターライカコメンタリーダストリーチスリーチェフビデオダシーダニア、イエーイバカーバカー、シームスパシーバザプラスモータルダシーダニア。